なぜ神童は KO できないのか。ボクシングイベントライブボクシング後18日東京有明アリーナで神童こと那須川天心25=定拳がメキシコバンタム級王者のルイス・グスマン27メキシコに判定 3-0 で勝利した。1ラウンド R2 ダウンを奪うなど圧倒したが、ボクシング転向2戦目で期待された KO 勝ちとはならず、その原因をボクシング界切っての論客で元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏42がズバリ指摘した。試合運びは圧倒的だった。 1R には相手の右ストレートをかわしてカウンターの左ストレートをヒットさせ、いきなりダウンを奪う。 2R 以降も相手の攻撃をかわしながら強烈な左ボディをヒットさせるなど試合をコントロールした。結局 8R を戦い抜き、判定 3-0 で勝利。キック時代の2018年6月に延長を含む 6R を戦ったロッタンジットムアンノン戦を超える未知の領域となった 7R 以降も攻撃の手が緩むことはなく、スタミナの不安は一蹴した。昨日の試合では初回のダウンこそクリーンヒットしたものの、そのお得意のカウンターパンチ自体がほとんど出てなかった。ひたすら隙を狙ったパンチを放っているだけで、たまに当たるパンチも急所から外れていて精度が低い。コンビネーションもない。世界チャンピオンクラスにフィジカルでゴリ押されたら相当厳しい戦いになると思う。公式 YouTube チャンネル前向き教室で発信を行っている細川氏は、間違いなくレベルアップしてよりボクサーになっていると思います。上半身の筋肉も大きくなっていましたと、まずは一定の評価。その一方で、でもみんな知りたいのはなんで KO できないのってことですよねと、転向初戦となった4月の与那覇勇気新生戦に続く課題について言及した。まず細川氏が指摘したのは、キックから転向したゆえのスタイル、それを相手の隙を探すボクシングと表現し、こう続ける。このスタイルはディフェンスの空きをカウンターで狙うから、相手が積極的に攻めてきている時でないと倒すのが難しいんです。多分これって他の格闘技だと効率がいい戦い方なんだと思います。足も攻撃に使えるし、攻撃していい箇所も多いから暇が生まれやすいし、それを突きやすい。でもボクシングは両手でしか攻撃できない上に、攻撃箇所が限られているんです。だから隙を探すスタイルは効率が悪くなってしまう。攻撃対象が上半身の前面と側面に限られるボクシングでは、亀になって防御に通した相手の隙を探すのは難しくなるというわけだ。それを踏まえ細川氏は、だからボクシングはガードの上から殴るんです。井上尚弥、大橋も、寺地、健志郎、ブムもそうやってガードを強烈に殴ることで空きを作っているんです。多分他の格闘技では効率が悪いんだろうけど、ボクシングではこうやって隙を作る方が効率がいい。そこに取り組めば KO が増えるのではと解決策を提示した。キック時代からパンチで倒すタイプでなかったし、天性のパンチ力はないと思われる。目の良さとスピードを生かして、スピードスター系のアウトボクサーでカウンターに磨きをかけるようになるんだろう。倒せるパンチがないので、ボクシング技術をもっと上げないといけない。最短でとか大物との対戦とかでなく、日本王者 OPBF と段階を踏んでいった方がいいかもしれんな。武井選手との対戦はいずれあるだろうし、なるべくなら天心サイドは避けたいかもね。また彼の感性というか遊び心の部分、
それをもう少し倒すことにフォーカスした方がいいんじゃないか、とも指摘。トリケラトプス剣などを見せていたキック時代ほどではないにしろ、この日も細かいステップなど観客の目を意識したような動きを見せた那須川。それが魅力であるとは認めつつも、正直遊びすぎなんじゃね、って思いました。楽しむのもいいけど、剣士郎や中谷、純とイコール MT のような終わらせてやるっていう気概みたいなものをもっと出してほしい、と断じた。相手に打たれまいとする意識が強すぎるため動きが大げさになり、時には大きくバランスを崩したりしていた。そのため連続して攻勢をかけることができず、せっかくダウンを取っても決着をつけるところまで詰めきれない。このレベルの相手であれば判定勝利を重ねることもできるだろうが、百戦錬磨の世界ランカークラスにはなかなか通用しないと思います。KO が全てではないとしても、チャンスがあればそれを生かして決着をつけられるだけの集中力がないと、クラスが上がるにつれて勝ちを重ねるのは難しくなってくるでしょう。ファイナルを務めた寺地が、敗戦を機にあれだけ強くなったというのがいいお手本になると思います。それにしても、リングサイドで中指立ててた親父は何を考えてるんでしょうか。世界中の人が見てるわけだから、息子のためにももう少し場所柄をわきまえた方がいいでしょう。とはいえ、初戦から成長を見せたのは事実。神童が次戦でどんな進化を見せてくれるか注目だ。キックのスタイルが影響しているのは間違いない。中谷や寺地に比べて攻撃のパターンが少ない。ジャブの種類も少ないし、捨てパンチがほとんどないためすぐに対応される。これはもう染みついた癖みたいなものなので簡単には抜けないだろう。キックのスタイルが抜けてない印象が強い。キック時代、駆け出しの頃はスリリングな展開も多かったが、中盤以降はスピード生かしてコツコツ当ててポイントを稼ぐ負けないスタイルになっていた。今も変わらずしっかりと勝ち切ることより負けないことが優先されている印象が強いです。とはいえポテンシャルのある選手なので今後に期待したいです。井上のような圧勝劇は難しいが、それでもタイトル取るか上の方までは行くと思います。